それではインド旅行のね、全体を紹介していきましょう。まずチェンナイから始まりましたよ。チェンナイからバンガロール、そしてマイスールという町を経てですね、マドライを経て、南端を経て、チムバラン、タプーラムを経て、コーチを経てですね、マンガロール、ゴアを経て、ムンバイの町に行ってですね、アフマダバードっていうところを経て、ディウ、ラジコート、そしてブーチ、そしてまたアフマダーバードに寄ってから、そして北上してニューデリー、デリーに寄って、そしてアグラ、そしてラクナウを通って、バナッシー、そしてコルカタに行って、この夜行列車から今日は始まります。夜行列車から目覚めると、プリーというところに着きました。そして今回この動画はここから始まって、夜はビシャーカバトナムに着きます。そういう動画でございます。そしてコルカタからですね、夜行列車に揺られて、このプリという町に向かっているところからこの動画は始まります。オリッサっていう州に初めて入っていきます。この町に来ましたよ。今回の切符を見ていきましょう。ですね、この方のね、ホワラフっていう駅からスタートして、プリまで行く夜行列車でございます。列車番号は0809、走行距離は502キロでございます。クラスは A3A って書いてありますね。値段は656ルピーって書いてありますね。20時55分発5時50分着でございます。6日の日記でございます。2009年3月26日火曜日の日記でございます。この日は前日ね、2009年3月25日水曜日の夜に西ウエスト欧州のコルカタ、インドの中のコルカタという町から夜行列車に乗って、インドオジシャ州のプリに向かう列車の夜行列車の中で目覚めました。朝、プリに着く。訪れたオリッサについて調べてみました。オリッサっていうといえばですね、オリア語が存在して、それで書くとこんな感じで、英語で書くとオディッシャ、オリッサ、オリッサ。今回訪れたオリッサについて調べてみました。オリア語っていうものがあって、それで表記するとこんな感じ。英語ではオディシアですね。昔はオリッサーって書いたみたいですね。州都はブバネシュワル。公用語はオリア語、ベンガル版、カリンガ国土着民族。そして、紀元前3世紀、残酷征服なんとかかんとか、マウリア朝アショーカ王、そしてダルマ統治と、ダルマ法の統治が行われたそうですね。そして16世紀の後半、ムカル帝国支配下、
19世紀初とイギリスの統治下、1936年は再び独立の州、1999年にオリッササイクロン台風に襲われる、2013年の10月12日サイクロンファーイーリンに襲われる。行政区としては30県存在します。続いてプリについて調べてみましたね。プリは今説明した、このねオリッサー州の中にあります。オリッサー州の中にあって、現地の言葉オリア語で書くとこんな感じ、そして英語で書くとプリでございます。州都はブワネシュブラブルから南に60キロ離れたところにあります。ジャガンナート寺院が有名ということでございます。ポテトチップスと水を飲食して荷物を20ルピーで預けて、トイレを済ませて街へ歩きに行った。高いビルがなさそうな田舎の街並みだった。少し歩けばビーチにたどり着く。でも海はただ暑いだけだった。イグアナのような小さいトカゲがゴミの上を歩いている。朝の街並みはまだ静かで眠っているようだった。が散らばっておりますね。海に近いということなんでしょうね。可愛い犬がたくさんいましたね。こちらにも可愛いワンちゃんがいましたね。この街はワンちゃんの街だったのかもしれません。なんとかなくね、見かけるとね、幸せな気持ちになります。
ホテルが多く立ち並び、タクシードライバーが厄介に話しかけてくる。ただずっと歩いていた。もろくてわらぶきで屋根ができているような貧しい街並みも見かけた。犬や牛やヤギがそこら中にいる。とにかく日陰で座りたかったけれど、空いているカフェもなく、遠回りして駅に戻った。海とは反対側を歩いてみた。バナナとマンゴージュースと水を買って駅で食べた。バナナは少し後味が渋くてあまり美味しくなかった。もっと熟成が必要だった。2時間ぐらい待ってから12時15分発22時50分着のビシャーカパトナムへ行く。ちょっと読みづらい長い駅名の名前に行く。その駅へ11時間弱の列車移動。ベッドで横になれた。横になって冬の田んぼの景色や湖の景色を楽しんだ。これは切符でございます。468キロの移動ですね。アンドラ・プラディッシュっていうのはですね、2回目なんですよね、来るのはね。南の方にちょっとだけ行ったことがあります。今回はプリっていうところから移動してですね、ビシャーカ・パトナムを途中で向かいます。ランチが注文できたのでしてみたが、これが大失敗だ。インドの列車ではたまに勝手に乗り込んできた人が商売をすることがある。気が浮かれてしまって注文してしまったら、チキンとライス、てっきりちゃんとしたお皿に入ってくると、お弁当箱のようなものにね、入ってくると思い込んでいた。パッケージされてると思ったんだよね。持ってきてもらったものを見てみれば、ご飯は葉に包まれて出てきて、パサパサで美味しくないし、チキンはビニール袋に入っている。おそらく葉っぱの上でご飯と一緒に手で食べるのだと思ったけれど、そんなのに慣れていなかったので美味しいとは思えなかった。冷静になれば美味しいインド料理だったに違いない。90ルピー。汁気が直接ビニール袋に入っているのは東南アジア的には日常的なのかもしれないけれど、東京から来た僕にとってみればそれも衝撃に思えた。少しだけ食べたけれど、全部は食べきれなかった。お腹がいっぱいになれずに悔やんだ。しばらく泊まった駅でぶどうとチーズケーキのようなものを買って食べた。外が暗くなって景色が見えなくなってきた。これがですね、なんかチーズケーキの味がしたお菓子でございます。大変美味しかったですね。あとぶどうを買って食べましたね。そして窓の外はですね、だんだんと暗くなっていきましたね。雨も夕方から降り出して雷も見えていた。こんなに雨が降ったのを見たのはインドでは初めてだった気がする。22時20分、ビシャーカーパトナムに着いた。駅の名前が駅に書いていなく、降りるか悩んだ。駅の人に聞いて確認したら大荷物を持ってきて降りた。
新たに乗ってくる乗客もいて少し混乱した。汗だくで初めて来た夜の街を歩いた。それでも本当にこの駅がビシャカパトナムなのか不安でたまらなかった。どこを見ても駅名が書いてなかった。どこにも駅名が書いてなかった。不安になった。売店の人にも確かめて間違いなくここがその駅だと安心できたと。駅前には明かりがなく宿まで少し歩かなきゃいけないそうな雰囲気がした。タクシーのドライバーも集まってくるけれど、駅の建物にホテルヘリターゲを見つけて一泊 750R で注文した。23時ぐらいになってそのホテルに泊まったと。ホテルのレシートでございます。750ルピーでございます。昨日続きでございます。このホテルに泊まった後でございます。泊まることが決まった後でございます。汗だくで駅に戻り、立ち食いのレストランでチキンフライドライスとコーラを注文した。マンゴージュースと水とポテトチップス買って宿に戻った。シャワー浴びて洗濯して眠った。メモより、今僕が食べたいものは酸っぱいポテトサラダ、たくあんの海苔巻き、そして醤油ひたひたのゆで卵、そしてお風呂にもじっくり使いたい。それでもそれが贅沢なくらいに今の僕は夢旅の中。あの時君から別れた僕は今長い旅をし続けている中を落ちている、落ちるところまで落ちる旅を心の中でしながらインドを旅している。もう少しでいいから虫に刺されないところに行きたいと。旅することに対しても贅沢に注文するようになってきた。旅の曲がり角を心の中でインドの中で歩き始めている。落ちていく心の旅から落ちていくインドの旅へ、落ちていく心の旅から歩いていくインドの旅へ。そしてね、この今回訪れたアンドラプラディー州っていう州があるんですけど、ここに来るのは2回目ですね。インドに初めて来たチェンナイからバンガロールに行く鉄道がですね、この州の南の方をかすめていっております。そしてですね、夜着いたビシャカパトナムについて調べてみました。アンドラプラディーシュ州にあります。ビシャカパトナム、ビシャカパトナム、ビシャカプートナム、ビシャカパトナム、バイザク、などと呼ばれております。公用語はテルグ語。古代ローマと貿易関係、カルンガ国、マウリア朝、前期チャールキア朝、バラバ朝、東ガンガ朝、ガシャパティ朝、ムガル帝国、イギリス東インド会社、2020年5月7日に LP 化学の子会社の工場で爆発ガス漏れ事故が起きたということでございます。アンドラプラディー州について、2回目なんですけどね、一応紹介しておきましょう。テング語で書くとこのような表記になって、英語で表記するとアンドラプラディー州みたいなね、こんな感じになります。まあ、インドの南
東部にある州ですね。チェンナイから見たら、北の方にありますけどね。そして2014年、旅をした後ですね。旅した後に、もともとあったところ、もともとあったアーダンドラ・プラディ州州の中にあった、ハイデラバード。ハイデラバード。もともと州都があったんですね。ハイデラバードっていうところのラテンガーナ地域が分割されてテランガーナ州になったんですね。だけど2014年ね、2014年、あと 4年ぐらいにまでは、そのままアードラ・プラディ州州庁舎を備え置きして、そしてそれ以降はアマラバティへ州都を移転する予定であると。そしてアードラ・プラディ州の歴史をちょっと紐解いていくと、紀元前2000年頃に、なんか書物の中にですね、書物なのか分かんないですけど、書実誌なんて読むんでしょうかね、写実誌ですか、この中になんか歴史が始まっているとのことですね。まあちょっと詳しくは分かんないんですけどね。そして1000年頃にカーカティア町、カーカティア町ですね。そして1336年ビジャイアナガル王国が独立したということですね。そして1347年にバフマニー朝独立、そして1518年デカンスルターン朝の一つゴールコンダ王様の王国独立ね。そして1724年ぐらいに、ニザーム王国が独立。まあインドの中にもいろいろね国があったりしたんですね。そして1948年にポロ作戦でインドに合併したんだね。そしてアンドラ・プラディーシュ州の行政区はなんかね、地方があってですね、2つぐらいあって、ラヤマセーマっていうところに4県あって、そして沿岸アンドラっていうところには9県存在しているということでございます。